んな光景見たことがねえ。魔獣が自ら供物の食材を差し出してる。列を崩さず順番に越権を。カイムカムイ、家系能力仲良し、あらゆる種族と会話可能。この地域はすでにケロリ城の支配下。分かってるって。大丈夫です。一定の供物さえ提供いただければ危害は加えませんので。そこの者たち、サメ。私は争いを好みません。暴力は弱者の武器だから。食べてはダメよお前たち。ザードウルフにスノーキングフォックス、どちらもこの地域にいるはずもない魔獣、つまり1年生で使い魔を2体も。何者なんだあの生徒は。愛してます。目立ってる。可愛いアクドルという事実を隠してなお目立てている。特訓の日々はまさに地獄。汚く、泥臭く、召喚召喚召喚。アクドルとして活動しつつ心が悲鳴を上げる日々。魔獣たちに私の可愛さは伝わらない。こんなに可愛いのに。私は次第に自信をなくしていったけれど、研ぎ澄まされた可愛いを奪われた自分の弱さと向き合って、ついに私は自分に残された武器を見つけた。私は思い知ったのだ。そう、可愛いを封印した私にはもう、もう美しさしか残らない。このライブ、優勝するのは私です。